本代表の中国戦の大勝利にイタリア氏は驚愕、アニメのようだがワールドカップアジア予選。そんなサムライブルーのワールドカップアジア最終予選の初戦について、イタリア市ツッドスポルトは6日、中国が 7-0 で日本に削られた。日本がものすごいスコアでライバルを一蹴した、などと伝えている。歴史的大敗を喫した中国について、一夜明けた後は、さらに辛いだろう、と理解を示しつつ、昨日の試合は、赤いドラゴンたちにとって、どう見ても屈辱的と言える結果をもたらした、と振り返った。中国はこの後サウジ、OGと対戦。2チームとも初戦でつまずいたから必死に来るはず。ここで3連敗だと早々に終戦かな。日本は次戦アウェイでスタメン継続なのかどうか。今までの親善だと大量ターンオーバーしてたけど鎌田とか菅原、浅野あたり使うのか。日本時間1時はきついけど頑張ろう。中国は引き分け狙いか、あわよくばセットプレイで1点取ってそこでドン引き守備しか勝機はなかった。逆転遠藤に先制を奪われて勢いついた時点で、厳しかっただろうね。2-0 ならまだワンチャンスを狙えるけど、3-0 で勝負ありだった。リッチ監督の中国代表は内容良くて復活の兆しが見えてたはずだけど、後任がほぼ監督実績なしのカンナバーロでしたからね。しかも2試合で辞任とか。イタリアもそれなりに迷走に一役買ったんじゃないかな。フィジカルは強そうだったが、個人競技ではないのでね。日本代表のメンバーは歴代でも最強クラスのタレント揃い。いつも予選を見てる母親が日本が強すぎて面白くないと言っていた。ギリギリの展開でハラハラしたいらしい。ところで最近のイタリアってどうなの？っていう感じですが、すっかりワールドカップもオリンピックもご無沙汰です。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。